なんとポケ仮面漫画デビューしました。実は僕漫画ね、あの名前出たんですよ、ガチで。しかも超有名な漫画に。知ってます？もう気づいてる人は気づいてると思うんですけども、まあツイッターとかで一時期話題になった漫画あるじゃないですか。皆さんこちら、下私は誰かの彼女、知ってますか？この漫画通称アスカノって言われてる漫画なんですけど、今の現代に非常にマッチングしてるというか、リアルに書かれてる漫画なんだよね。なんとこちらの漫画でポケ仮面出演してます。ちなみに清水じゃないです、ポケ仮面という名前で出てます。まあ、こちら一応漫画家さんの方にはですね、配信で写真を出していいかと許可をもらってるんで画像もらってます。これはなんか活動者のお話らしいの。今この活動者が風俗の人と付き合ってるお話らしいのね。そこでなんと配信環境取材ポケ仮面ということで皆さんこれ名前出てるんですよ。これどういうことかというと、これ僕のデスクトップですこれ僕のデスクトップが出てます。全く一緒の。ダミーヘッドはこの漫画の主人公が、設定が ASMR 配信者みたいな設定なんだって。ダミーヘ以外は全部僕のデスクトップです。銀の盾あるでしょ、まあこれでも著作権で多分上になってんだけど、はい。で左上ポケモンカードの置き場、はい、ポケモンカード置き場も書かれてると。はい。でパソコン3台、ね、UA55 キーボードね、リモコンマウス、机椅子、全部ね僕のデスクトップを再現してもらったものでございます。でですね、まあ分かりやすい動画があります。あの比べるものがね、すごくないですか。俺結構ネットで反響あって、コメント欄ポケ仮面やんとか、今後ポケ仮面漫画に出るのかみたいなすごい言われてるんだけど、そこはちょっと分かんないんですけど、まあ、デスクトップ風景は出させていただいたということで嬉しいですよ。デスクトップデビュー。なんでポケックに声がかかったの知りませんいやポケリスではないらしいの。なんか僕の動画を見てくださって俺のことを知ってくれたらしいんですよ。で漫画を描いてる方がこのこちらね、宇野ひなおさん。なんか僕の YouTube から動画を見てくださって、まあ、そっからなんか知ってくださってみたいな感じで取材を受けて、でデスクトップデビューということで、あのちょっと今見てますか、宇野ひなおさんと、あの宇野ひなおさんの仕事関係の人見てます？出してください、僕のこと漫画に出してください、ほんとお願いします。もうポケ仮面って名前は使わなくていいんで、ケポ仮面みたいな、なんかポケ仮面の擬人化みたいな、なんかそのケポ仮面、ポポ仮面みたいな、なんかそういう名前でもいいんで出してください。今ちょっと漫画の流れがねネタバレになっちゃうから言えないんですけども、流れ的にさらし系みたいなのが出てきたら、いや出してください。清水って本名も使っていいんで全然。自己化でも大丈夫です。ダメだよ。頭パパパパ